はい、じゃあ今日は一緒にチャイを作っていきましょう。お紅茶は人数分かけるじゃない、人数分プラス1なんで、今1、2、3、4、4人なんで、使うティーバッグは5つで正解。これからやっていきましょう。おっとが言って足りない。コップがプラス1だ。コップがプラス1。確かに大丈夫ですか。大丈夫です。プラス1。いい感じじゃないですか。全然違うんじゃけど。いい感じじゃないですか。終わらない。面白いな。YouTube にあげないもの、インスタにあげたいな。あいーんってやつ。知らん、待って、知らんか。知らん、なんか今の言った。知らん。似てた、今の言った。似てたんだ。知らん。よし。まあね、いい感じにできてるけど、アルミニウムフォイルを使ってるから、下の方が同じように、焼きづらい可能性があるんで、一応一回。はい、すいません。一回ひっくり返す。この場合はアルミニウムフォイルに使ってても大丈夫なので、取っていやこうやってして、で裏側は、うん、正面側ほど何じゃ綺麗ではないかもしれないけど、どっちみち終わった時にまたひっくり返すんで、ちゃんと全部いい感じにできるようにします。何でもいいんじゃけど、僕の場合はリプトンでデカフェを使ってるんだよね、いつも。チャイは人数分プラス1、今回は5つです、正解。はい、言います。みんな覚えました。2人や3人の場合は中火っていいんだけど、今は弱火でゆっくりこう汁を出すみたいな感じで。弱火そうですね、メモメモ弱火メモメモで、インドは基本的にチャイの場合は砂糖を大量に入れる、めちゃめちゃ甘い飲み物なんよね。でも健康に良くないから、僕はであと毎日飲むから、砂糖じゃなくて他のスイートないろいろ使ってるけど、僕の場合は基本的に蜂蜜かメープルシロップ、最近はメープルシロップ結構ハマっとって、今日はメープルシロップ飲みましょう。メープルシロップはなんかパンケーキによくかかってて、あんまり健康なイメージはないんじゃけど、実はねすごく健康的なのよ。程よく使ったら砂糖と蜂蜜なら蜂蜜よりいい。なんで小さじ一つ、ワンティースプーン、ワンティースプーン。僕はある程度適当にやっとるけど、なぜなら毎日やっとるから、こんぐらいがちょうどいいかなっていう感じに慣れてるんで、多すぎず。ここのコツは、最初は少なめでやってみて、でスパイス、いつもの普通のチャイは、本当に普通のチャイは何も入れないけど、ただ単に砂糖と今から作る汁を出して結構濃めにする感じでいいんだけど、マサラチャイっていうものがあって、それ今のカフェとか行ってチャイティーをこう頼んだら、チャイラテ頼んだら基本的にシナモンとかいろんなある程度ちょっとスパイス入ったものが入るんだけど、それマサラチャイなんだよ。チャイラテじゃなくてマサラチャイラテみたいな感じになってるけど、
ってインドはいろいろ使うんじゃけど、ちょっとインドでよく使うスパイスとそうであんまりよく使わないスパイス両方今日は使います。まずはシナモンをちょっと入れます。その間ね、多分空気がいい感じにできてる。なんでこれを繰り返して、いいですね。よし、ここに飾り。どこまででもついてくる。待って、ちょあ、いい感じですね。おいしい、おいしい。じゃあ残りのやつも入れて、みんな覚えてる、あの何度か何分か185、10分。正解、素晴らしい。と今シナモンだけ全部に入れて、次はナツメグ、ナツメグも少しだけ入れます。それはあの目分量でか、目分量って感じで、はい、で他にもあのチャイによく入るのがターメリックだったり生姜とかだけど、僕たちの場合はメープルシロップっていい感じになるのはあのシナモンとナツメグだけかな。で、あのジムよく行く人たちは、プロテインを入れるのも良いかと思います。これクッキーにも入れます。ちなみに入れることができる。もういいじゃん、お決まりのプロテインです。です。これ結構好き。おすすめ。それか、あのプロテインは NG だよとか人たちは、でもあの他のサプリ使ってる人、クレアチン、僕最近はクレアチン使ってるから、これも入れることできます。大丈夫です。チャイね、グッドです。すごくグッドです。入れないけど、みんなも飲むから入れないけど、あ、そう、使うあの、ま、牛乳だったり豆乳だったり使うミルクによって、あのどれぐらい色が どういう風になるかも結構変わっていくんだけど、それはいろいろ試してどのぐらいの濃さがいいか自分に、あの自分に合った濃さを見つけてください。オーツミルクは人生オーツミルクは結構濃くなるんだよね。そこだけ打ちながら、もう十分いい色になってるから、弱火から中火からあの強火変えて、今ちょうど時間的にこう痛くなんで、そうしましょうか。そう、僕猫舌なんで、どっちみちチャイができても待たんといけんだよね。でも問題ないです。そう、ね、あとは待つだけですね。もうちょいで終わりです。では最近の最近のあのハマってることは、ハマってることは最近、ほう、難しいな。いや、ハマってることは今までと変わらないんですけど、最近ちょっと論文で忙しかったんで、やっと好きなことを全部まだできるようになったって感じかな。なんか昨日はあの新しいカバー歌ってみたの方をちょっといろいろ試してて、あの新しいソフト、ミキシングソフト、新しいやつを 使ってるんでまだ慣れてなくて、いろいろもう5時間ぐらいいろいろ試して、そこ自体も試すこと自体が今ハマってるかな。ああ、そう、調整なんだろうね。こうやれ、まだ一回もちゃんと自分が、うん、あのなりたいようにうまくは言ってないんだけど、毎回学びはしっかりあるから結構楽しいかな。楽しい、うん、あとカフェ巡りかな。最近のおすすめは何かありますか？おお、それこそあの土曜日に友達と行くんですけど、ね、なんていうカフェだっけな、ランドルモールの近くにあって、まあ、ランドルの中にあって、ALYA、エリアズカフェっていうものです。英語も素晴らしく、ね、これすごく柔らかいんで、はい。で、入れるけど、この入れ物はちょっと危ないから、はい、帰り込めると思う。
とはあの味見して暑いんだよね、はい、だからちょっとアムリット先生は猫舌という噂で、はい、噂じゃないよ、もうみんな知っちゃってる。ご存知の通り。やばい永遠と多分伝っとるからちょっと待って、はい、高度な夫婦あの技術です。はい、グッドです。すごくグッドです。グッド。うん、いい感じ。